素早く長く温めることができるというわけです。さあ、それでは実際にこのアクティブサーキュレーション気流を実現するために欠かせない最も特徴的な気流コントロール技術、リコー水平式の気流を今から皆様にご覧いただきたいと思います。お部屋の天井中央にございます Sラウンド表にご注目ください。これからあちらより気流が出てまいりますが、皆様にしっかりと気流を感じるというわけで、当たり前の暮らしから実質的な省エネ節電へ、東日本大震災以降エネルギーに対する事業者や生活者の意識は大きく変化しました。